すのおかしいインテリア店。はい、こんにちは。今日も張り切ってインテリアの勉強をしましょう。やむやむやむむむ。ラーメン食べたい。やる気出してくださいよ。お部屋にカップラーメンの空容器が散らかっていたら、生活感が出ちゃっておしゃれなインテリアにならないですよね。いちいち導入が不自然なんだよ。もうちょっとナチュラルに話題をスタートしてください。どうでもいいんですけど、カップ麺で参考画像を探すと、著作権への配慮がにじみ出ている写真がいっぱい出てきて目頭が熱くなりますね。突っ込まないであげてくださいよ。おしゃれなインテリアを目指すとき、必ず出てくるのが、生活感を減らしましょうという用語です。用語よな。でも聞いたことあるでしょ？うん、まあ。よく聞きますよね。インテリア雑誌だろうがブログだろうが、かなりの高確率で提唱されているのがこの生活感問題なんですが、大抵ね、具体例ばっかり紹介されてるんですよね。具体例でいいんじゃないですか？知りたいですよ。よくあるのはこんな感じです。はいはい。めんどくさいけど、まあわかります。ダメなんじゃよ。どこがダメなんじゃよ。これらの例は答えの丸暗記に過ぎないんですよ。1たす1の時は、2が答えです。 3×3 の時は、9が答えですみたいな。ほほう。この世のすべての課題に対して、椅子の答えはこうだ、タオルの答えはこうだ、エアコンの答えはこうだって、片っ端から丸暗記していくつもりかって話ですよ。はは、最初から足し算の仕組み掛け算の仕組みとか教えてもらったら、どんな数字のパターンが来ても、自分で考えられるってことですね。そういうことです。で、とっとと答えを言っちゃうと生活感の正体っていうのはこれです。生活感とは情報量のこと。動画でお話しました情報量。これが要するに生活感の正体なんですよ。不規則なものほど情報量が増えるってやつですよね。そうそう。一応再計しておきましょうか。赤い家具だけじゃなくて青い家具も使ってる。木だけじゃなくて鉄も使ってる。四角い角材だけじゃなく、丸材も使ってる。こういう、規則性が下がる要因があると情報量が増えていきます。前回の表現を借りるなら、コピペで表現できない新情報があればあるほど、情報量は増えていくのです。うえうえ、ちょっとずつ覚えてきました。人間が生活をした痕跡こそが生活感ですので、ふむふむ、読みかけの本が出しっぱなしだったり、クッションが変な位置に置いてあったり、暮らしの中でお部屋の規則性が崩れると、ああ、ここで人が生活してんだなという印象が出ちゃうわけですね。なんだかすみません。って感じです。いや、お片付けちゃんとしてくださいね。様子のおかしいインテリア店。先ほどの例を改めて見ていきましょう。これ全部要するに情報量を減らすことを提唱しています。おお、お、ほんとかも。ティッシュ箱はカバーをかければスコッティ柄が見えなくなるし、電気ケーブルはまとめることで散らかりが減りますね。道具も出しっぱなしにするとお部屋全体で見た情報量が増えてしまうので片付けましょうという答えになっています。家具の色も同じですね。お道具とちょっと被ってますけど、お部屋の色数が増えないように統一しましょうというアンサーなんです。なるほどね。これだけわかれば、応用が効くでしょ？情報量を減らしていくんですよね。じゃあ椅子だったら、材質を他の家具と統一する。同じ部屋では、似てるデザインの椅子を揃えるみたいなイメージですかね。そそそ。タオルなら色柄を統一する、使わないときは収納して隠しておくとかね。理屈がわかれば、答えは一つじゃないんですよ。なるほどね。これはちょっと面白いかも。いろいろ自分なりに作戦を考えてみます。グッドラック。ひょっとして、冒頭の著作権に配慮したカップ麺なら、情報量が少ないから散らかしてもセーフなんじゃない？ふふ、早速理論を使いこなしてますね。後で職員室に来なさい。なんか怒ってる。様子のおかしいインテリア店。あと、生活感は、当動画が提唱するインテリアの基礎ルールとも連動しています。あ、なんか似てると思ったんですよ。色数の話とか、ありましたもんね。お部屋は、情報量が増えるほどプレッシャーです。生活感イコール情報量なわけですから、これはつまり、生活感が増えるほどプレッシャーと言い換えることもできるわけです。まあ難しく考えなくても、生活感を減らすとリラックスなお部屋になるよくらいに理解しておいても OK ですよ。ちゃんと生活感も織り込み済みの基礎ルールだったんですね。それほどでもありますけど。まだ褒めてねえよ。ただし、ここで一つだけ注意点。情報量には、晴れの情報量と、毛の情報量があります。晴れとけ非日常と日常ですね。いくら情報量が多いと言っても、だだっ広い白壁に飾られた現代アートとかを生活感とは呼びません。ああ、そりゃ言いませんわな。生活感とは、情報量のことではありますが、基礎ルールを踏まえた上で、これをもう一歩深掘りすると、生活感とは、毛のプレッシャー日常の情報量のことだと細分化できます。ほうほうほう。晴れ感のない情報量、日常っぽさを強調してしまう情報量、減らしていくべきはこういったタイプの情報量ですので、勢い余って大切な宝物を捨てちゃったりしないでくださいね。なんか怖いな。気をつけます。様子のおかしいインテリア店。インテリアの世界では、本って親の仇みたいに嫌われます。あ、わかった。部屋に漫画本を置くなとかいうやつでしょ。それよく言われますよね。Y も漫画大好きなんで、あんまり嬉しくないんですが、これも実は生活感と関係しています。本棚に漫画を並べると、どうしても日常味のある情報量が増えちゃうんで。ああ、なるほど。本があると情報量が増えるから、本を減らしましょうが丸暗記の答えになるんですね。そもそも本の表紙とか背表紙とかって、店頭で目を引くためにデザインされているので、どうしてもごちゃごちゃした見た目になりがちです。これはお部屋に置きにくい。紙の本はやめて、電子書籍にしましょうとか言いますよね。紙の本で欲しいやん。あなたがそれを言いますか？個人の好みだけの話なら、素直に電子書籍にする、あえて紙で買う。どっちも自由ですが、世の中には、なかなか難しい商売がありましてな。なんですなんです？読書カフェみたいな
なお店です。たくさん本を置いて、かつオシャレじゃないといけないという矛盾したビジネスモデル。ああ難しそうですね。苦肉の策として、ちょいちょい見かけるのが本のカバーをわざと外すという作戦です。あえてカバーを外すことで、色数が減って情報量が抑えられるというアプローチですね。本当に苦肉の策ですね。表紙カバーを外すと、書籍本体は色合いが淡い作りになっているので、原色が中間色に変わるというリラックス効果も期待できます。これを漫画本にも応用すれば、カバー裏のおまけ漫画がひょっこり顔を出します。あれ嬉しいよね。嬉しいよね。様子のおかしいインテリア店。ついきじゃい、トトヤマさんが、めっちゃ良い例を発掘してくださったので共有させていただきます。おお、同じ本棚でも、色合いのトーンが変わるだけでめっちゃ印象が違う。理屈では分かっていても、実際に目で見るとインパクトがありますでしょ。トトヤマさんに感謝しつつ、カラーの影響の大きさを胸に刻みましょう。ありがとうございます、肝に銘じます。一冊一冊足でくるむとか、ワイはめんどくさいからやらないけど、いつか、くるみたくなる日が来るかもしれませんよ、ふふ。それはいいことなのかどうなのか、いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。